皇籍寺は、愛知県豊田市安家町飯森にある、総統州の寺。三号は、飯森山。会期は、関白二条、吉本、安家十藩の娘、滝野と、孫である、なる三吉丸元寺、木地家などで、滅亡した安家氏の菩提を弔うために、飯森山の安家氏の館跡に建立された。1427年、白宝小水禅寺により解散。 次号は結い教皇石仏国品から名付けられた。本尊は聖観世音菩薩。境内には江戸時代後期に建てられた座禅堂が現存し、本堂の脇には解山当時から寺の鎮守として豊坂稲荷が建て祀られている。飯森山中には歴代住職の墓や十六羅漢の石仏家のほか、アス城主だった鈴木四五代の墓も現存し、二条。 吉本の死を伝え聞いた滝野が吉本の残した、小族を埋めたと伝わる、小族塚があるほか、山頂近くには、平安時代の末法思想に基づき、仏教の経典や仏具などを土中に埋めた、経塚がある。1634年頃から十一世、住職、三世界本衆が、半若心業を一巻読むごとに、楓や杉ヤスギを一本ずつも枝川添いの参道に植えたと、 伝えられ、このことから地元では、もみじの海藻とも呼ばれている。後に、大正から昭和にかけて、地元住民により植え足されたことで、紅葉の名所となった。詳しくは、高蘭系を参照のこと。25世住職、風害本校は初夏に堪能で多くの作品を残した。功績時では、秋のもみ祭りの期間中だけ収蔵されている書画を拝観できる。 ありがとうございます。